2024年は2月10日が旧正月。今回はキョンボックンで韓国、韓国の伝統衣装を着てあちこち回ります。まずは韓国のレンタル店ジジベベに伺います。店内の様子です。性別、カテゴリー、サイズごとに衣装が分かれておいてあり、奥にフィッティングルームもあります。男性用は全体の3割程度ですが、十分選択肢があります。料金体系は韓国のランクによって3つあり、一番上のもので2時間3000円、4時間3500円、1日4500円、1泊2日で5500円です。ライトなランクだとここからマイナス1500円ずつです。続いて店員様にルールを伺います。ルールを알고싶은데そう、먼저옷을선택해요。맞아요맞아요。오좋으시네。고맙습니다。ヒップス、ハッツを選んでください。はい。二つ、パンツを選んでください。はい。三つ、シャツを選んでください。で、まあ、シャツはこれとこれとこれ。お金が違うで。あ、で、で。チェックプリス。あ、で。あ、で、ありがとうございました。店員様、お忙しい中、大変ありがとうございます。レンタルできる韓服を見てまいります。まずはジャケットに当たるもの。色や絵柄だけではなく、袖のありなしや生地の厚みも少しずつ違います。韓服の顔になる部分ですので、集中して選びましょう。私、韓国の時代劇は見ておりませんのでよくわかりませんが、身分によって服装が違います。まあ細かいことは気にせず、気に入ったデザインのものを選びましょう。このお店ジジベベを選んだ理由は、男性用の取り扱いがあること、日本語を話す店員様がいらっしゃること、比較的安いことです。このお店に限らず、土日はお客様が多く激混みですので、覚悟して行ってください。あまりの忙しさにテンパっている瞬間も見えますが、それでも丁寧に対応しているのが好印象です。最初は気づかなかったんですが、このお店のルールが掲示してあります。抜粋して説明します。 1. 荷物をロッカーに入れる。受付の店員様にご挨拶すれば鍵をもらえます。 3. 試着は1回だけ無料である。 4. 試着室には韓服1セットだけ持ち込む。 6.レンタルはせず試着だけでも500円払う。本格的な着用には店員様の手を何分も借りますし、特に土日は大変混雑します。できるだけご迷惑をかけないように韓服は慎重に選びましょう。そして決済は韓服を着用してから支払う。上着の次はシャツにあたるものを選びます。サイズ表記は数字で、100の L サイズを基準にこういった展開です。最後はパンツ。素材はナイロン系ですが、実際に着用するとそこまで気にはなりません。トラブルを避けるためもあると思いますが、ポケットがないのが残念です。上着、シャツ、パンツを選びましたら、フィッティングルームで着替えて、受付でお会計をして、お外に出発です。すぐそばのキョンボックンに参りました。左側に見えるのは有料エリアの入り口の門、右側は敷地の外でオフィスビルが立ち並ぶ不思議な光景です。有料エリアは通常300円で、韓服を着ている人はなんと無料です。ただし入場チケットを準備する必要があるとコネストに書いてあるので、この行列に並びます。各列でざっと50人以上並んでいて、自分の番が来るまで10分以上かかります。待ってる間にセルフィータイム。おはようございます。韓国大好き歴10年以上の武道です。自前のキャップで新旧フュージョンにしましたが、冒涜でしたら申し訳ございません。またせっかくの韓服なのに全身の撮影を忘れております。自分の番が来まして、スタッフの方から一言、韓服着ている人はチケットなしで入場できますよ。コネスト。日によるのか制度が変わったのか、とにかく行列に並んだ10分は無駄でした。入場レーンも別々に分かれています。中に入るとなんとも雅。韓国だけではなくグローバルなお客様も多いですが、とにかく敷地が広いので息苦しさはありません。門を何個かくぐり、まっすぐ進むと正殿に突き当たります。中は厳かな雰囲気で、侵入こそできませんが撮影は可能です。向かって左側にはお土産屋やカフェ、正殿の裏側には道が続きます。
奥に進むといい意味でこじんまりとして人気も減るので映える写真が撮れます。それで進んでいくとパッと見似たような建物が続きます。すごい奥まで行くと池もあるようですが、行くのも大変ですし、もちろん帰るのも大変です。俺は歩くのしんどい系 YouTuber なので建築物を 2,3 個見て折り返します。時間に余裕のある方やキョンボックンガチ勢の方はぜひ奥まで進んでください。俺みたいに半木で無料で入れるからというライトな方は正殿とその一つ先くらいで十分です。あ、ここで半木をちらっと下の方まで映しているのでぜひご覧ください。ちなみにこの半木を選んだ理由ですが、一番上がシースルーになっていて色気を感じたからです。はぁ、大人の色気習得したいな。いくつになっても頭の中は思春期真っ只中で大人になれません。有料エリアから出てまいりました。どうでしょう、雰囲気を味わうだけなら敷地内の無料エリアでも十分ではないでしょうか。火曜日を除く10時と14時には舞台の交代儀式も行われる予定で、それも無料エリアで行われます。小腹が空きましたので路地裏でキンパ、のり巻きの名店パルパンキンパに伺います。メニュー表がユニークでして、この2つの四角は海苔とパンを表しています。つまり上側が海苔巻きで下側はトーストです。ツナキンパ、チーズキンパは450円、ハムチーズトーストは350円。おすすめは店名を冠したパルパンキンパ400円で、今回は食べたことのないコマキンパ300円をいただきます。はい、顔出し系 YouTuber とは思えない画角。店内が5、6席ぐらいしかなく満席なので、表のベンチで撮影しております。じゃーん、映えねー。コマキンパってよく見てなかったんですが、小さいキンパって意味なんですね。こうやって撮影の時に余計な挑戦して失敗するのやめたいです。パルパンキンパはこんな感じ。こんなん絶対美味しいに決まってますよね。メニュー表には載っていないおでんも注文しました。1本100円です。韓国のおでんは日本のものとは違いまして、魚のすり身だけを指します。スープもピリ辛ですので、日本とは別物と考えましょう。でね、これがシンプルだけどうまいんすわ。ちくわやさつま揚げとは似て非なるもの。韓国では屋台飯でもあり、10代や20代の人も好んで食べるというのも納得の味、食べ応えです。スープはキンパと相性がいいので飲み切ってはいけません。キンパのぶつ取りタイムで、ピントもずれてるし、どういうつもりだお前。味は美味しいんです。悪いのは全て私です。濃いめのすり身を主役にたくあんと人参が入っています。またエゴマの葉がしっかり効いていますので、苦手な人はちょっと無理かもしれません。あっさりしたキンパを堪能しておでんのスープを一口。うまいに決まっとるやろがい。改めて感じるスープの出汁。ただ辛いだけではなく、のり巻きとの相性も考えていることがわかります。小食の俺でさえペロッと食べきれましたので、ぜひ皆様は小さいコマキンパ以外の大きいサイズを選んでください。でお前またピントずれてんな。次の店に伺います。甘いもの補給で女子が好きじゃなさそうなカフェレーサーに伺います。店内の様子です。インテリアとしてミニチュアの車や車の部品が置いてあります。2階は広いテラスになっていて、天候が良ければ気持ちよさそうです。メニューを見てまいります。ピンス、豪華なかき氷は4種類、きなこ、ラズベリー、緑茶、黒ごま、すべて1700円です。ラズベリーのクロッフル、クロワッサンとワッフルを掛け合わせたもので1200円。フードメニューもありまして、ミートソースも乗った食べ応え十分のファットボーイホットドッグ790円。他にもコーヒー450円から、紅茶650円から、今回はラズベリーエイト750円をいただきます。蓋を外しますのでドリンク上部をご覧ください。ラズベリーを中心にフローズンベリーがゴロゴロ入っています。ジュースはお味が濃くて美味しいです。ただ甘いだけのシロップではなく、ラズベリーの甘酸っぱさをしっかり感じます。本当は伝統的なカフェに行きたかったんですが、
目をつけていた 2,3 店舗が満席でウェイティングが発生していたんです。諦めてフラッと歩いていた時にこのカフェを見つけました。休日のキョンボックンのバス通り沿いのバス停そば。コンセプトが合わないのかお店は空いていて最高でした。このカフェの後はお土産探しに良さそうなお店に伺いましたが、それはまた別の動画で。さて、ハンボクレンタルの動画いかがでしたでしょうか。モデルコースとはいかないまでも4時間レンタルなら十分遊べることがわかると思います。ちなみにハンボクは構造上体温調節が難しいです。個人的見解ですが、今俺が着ているような基本のハンボクセットなら気温は15度から20度がおすすめです。この日は気温を20度を超える瞬間があったんですが、その時はやっぱ暑かったです。逆に15度を下回ると首周りが寒そうです。ハンボク返却の際は時間内にお店に戻って着替えてロッカーの鍵を返すだけです。思いのほか簡単で楽しかったので、ぜひ皆さんもやってみてください。